get ready. 雑談です。キツツキです。ハラセンということで始まりました、ハラセンラジオ。陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、昨日は何をしてたかと言いますと、まあ陣内くんの YouTube がそろそろ復活しますので、まあ、それの打ち合わせと撮影もしておりましたが、これ多分ね、言っちゃいけない言っちゃいけないというか、まあ別にいいだろう、誰も見てねえんだしって感じなんですが、そんなことしておりまして、で帰りに、特に昨日はあるか、別に、すんなり帰ってきて、そうそう、今日 M1 でしょ。で、それもまたね、お楽しみ一つありますんで、それはそれ、陣内くんがあるんでね、それはそれでまた、ご期待ください。どうなるか分かります、結果次第ありますけどね、それはお楽しみにしてください。まあ以前このラジオでね、マジカルラブリーの、ラジオを聞いてっていう話がありますどっかにありますんで、好きな方は、好きな方は、気になる方はね、見ていただければなと思いますが、そんなことしておりましたが、まあ早速いきます。見ましたです。スナック傷つきって、これテレ東のドラマ24っていうね、深夜にやってるドラマなんですけども、原田知世さんが出てて、まあいろいろ人生で疲れちゃったとかね、まあ誰かしら人生に疲れちゃって自殺を選んじゃうようなこともありましたけども、まあね、そこまで思い詰めて、まあね、そう死んだ方が楽なんじゃないかとか思ってしまったり、まあ痴女のもつれなのか分かりませんけどもね、そういういろ、どんな理由であろうとも本当に生きてたらなんとかなるんだろうっていうことはね、こうずっと昔から本でも書かれてるし、映画でもそういうことが表現されてたりするんでね、まあ本当に絶対楽ではないですよねっていうのも明け方ニュース見て思いましたけども、まあ、どんな事情があるにせよですわ、で、まあ、そんないろいろね、ここ疲れちゃってもうちょっとどうしようかなみたいな悩んじゃった人がふらりと入ってきて、まあ励まされるというドラマなんですけども、本当にこれいいドラマでね、で今回の今日のお客さんあれですよ、本当モグロ福蔵じゃないですけどね、昨日も言いましたっけ、モグロ福蔵の工場と神田伯山のラジオの工場で思い出したけど、昨日のあれかな、神田伯山さんのラジオで浅草キッドの感想を言ってるのが、まあ、僕まだ聞いてないんで楽しみに聞きたいと思いますがね、子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ではネットやなんとかで本音は溢れてね、全然覚えてねえじゃねえか。で、モグロ福蔵、何の話をしてんの俺ね、モグロ福蔵のようにその今回のお客様ね、今回のお客様の話をしようとして、モグロ福蔵のね工場を言おうとしたんでしょ今。でそれで神田伯山のラジオのね言えない工場行ったりとかね、何の話をね、でそのまあ傷ついた人がやってきて、相談乗ってくれるというかね、まあな、じゃあなんか一緒にこれやりましょうみたいな感じで、毎回いろんなそのゲストによってやることが変わるんですが、そこでこう傷ついた心が、まあ、癒されるというか、新たにじゃあこうすればいいじゃんっていうのに傷ついたのを、まあ、癒してくれて、こうすればいいんだと気づくね、そういったような喫茶店をやって、そこにまあやってくる。で今回のね、今回のお客様はということで、小熊屋さん、お酒の配達をしてる、
あのドラマにも出たのドラマにも出てた浜野健太さんがやってきて、まあお笑いをやってると。でコンビ解散しちゃって、で、まあ、事務所のネタ見せみたいなところで、コンビ解散してピンでやってるんですけども、その解散した元相方がピンでやるっつって言ったのにコンビ組んで出ててみたいな、そこでなんかね、どういうことだよみたいな感じで傷ついちゃってやってくるんですけども、そこでね、今回は原田知世さん、東子さんと2人でこれ漫才をするんですけど、その漫才始める手前の東子さんの一人喋りというか漫談みたいなところで、あっこでね、客席のカウンターで座って突っ込んでる小熊屋さんがね、いい感じにこう突っ込めるんです。でこうスッとね、漫才2人でセンターマイクの前に立って漫才を始める瞬間、あの瞬間がねすごく、まあ、今の言葉で言えばエモーショナルというか、こうねググッとくるいいシーンで、これはね、まあ東子さんの漫才のね所作というか振る舞いもなかなかいい感じでね、これはすごく良かったので、ぜひまだまだ見逃し配信ありますので、ね、ご覧になっていただきたいのと、もう一つね、今晩真犯人フラグの第1章最終回ですが、その真犯人フラグに出てる、僕知らなかったな、あの猫おばさんが小熊屋さんの、ややこしい、動物どんだけ動物に絡んでるんだな、猫おばさんが小熊屋さんのお母さん役で出てくるんですけども、ちらっとね、あの猫おばさんね、平田敦子さんっていう方なんですが、この平田敦子さん、僕全然本当に真犯人フラグで知っただけだったんであれでしたけども、なんと吉本所属だったんですね。でプランナインの舞台とかにも結構出てたみたいで、いやそれ知らなかったわ、猫おばさんが小熊屋さんのお母さんって、しかも吉本所属だったというね、これ驚いてた。なので、ウィキペディアを見るとね、平田敦子さん、猫おばさんの小熊屋さんのお母さん、どんなややこしいよ。もう犬とか猫とか、牛とか馬とかね、そういえば今日あれですよ、2歳のね、アサヒフューチリティステークスっていうの、まあそれをもうどうでもいい。それで来週はあれですか、もういよいよ、有馬記念ですか、ね、動物の話をしてんの、小熊屋さんのお母さんの話ね、平田敦子さんが吉本所属っていうんで、そのウィキペディアを見てそれも知ったんですけども、なんだっけな、ちょっと面白かったんですよ、ウィキペディアが、趣味はパソコンいじりとなんとかみたいなこと書いてて、結構面白かったんで、あ、なんだ吉本かと思って、見ておりました。そんなも含めてスナック傷つきね、これ非常に面白いので、まあ何ですか、これね毎回こう微妙、まあ、単発で見れるんですけども、前回出てた人が次回傷つきのメインゲストというか、お客さんとしてやってくるみたいな、こうつながってるような作り方をしていて、ね、これも非常に作りとしても面白いし、ドラマとしても面白いし、でまた原田知世さんが本当にいい感じでいろんなあれをねやるんです。なのでこれぜひ見逃し配信は TVer なり、パラビかな、パラビで全部見れるのかな、なのでぜひご覧になってください。コントクリームソーダ、そうこのスナック傷つきで出してお酒は出さないんですけども、出してる飲み物とか食べ物がめちゃくちゃ本格的に作ってて、今回のこのクリームソーダもめっちゃうまそうなんですよね。だから中野にあるじゃないですか、昭和レトロのお店っつって、どうでした、中野の三毛商店街を突っ切ったところにね、
で早稲田通りを渡ったところにあるじゃないですか。ね、あのクリームソーダめっちゃうまそうだったんで、ちょっとまたクリームソーダ食べにどっか行きたいなと思った回でありましたんで、ぜひご覧になってください。あとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。